はい、こんにちは。今日はですね、イギリス紙が韓国のムン・ジェイン政権を批判したニュースと、そこからですね、ムン・ジェイン政権の現状のニュースということを見てまいります。まずはニュースを読んでまいります。2020年8月24日、韓国朝鮮日報がイギリスを代表する時事週刊誌エコノミストがムン・ジェイン政権のネロナンブル状態を批判したと報じ、韓国のネット上で波紋を広げている。ネロナンブルとは韓国でよく使われる冷やかし言葉、自分がやればロマンス、他人がやれば不倫という言葉の略語で、他人に厳しく自分に甘いという意味だ。記事によると、同紙は22日、括弧現地時間、韓国の進歩的な統治者たちが内面の権威主義を発散すると題する記事で、人権弁護士だったムン大統領は前政権より開放的で反対意見に寛大な政権を作ると宣言したが、その意思が弱まりつつある。ムン政権は他人を批判するのは得意だが、自分たちに対する批判は受け入れようとしないと指摘。また政府に反対する意見が出ると関心を示さない、もしくは訴訟を行うとし、政府高官に関してメディアを相手取り起こした訴訟の数はパク前政権から 20% 近く増加したと主張した。具体的な例としては、ある保守系メディアが昨年掲載したムン大統領夫人の海外訪問の頻度を批判するコラムを大統領府が名誉毀損で提訴し、一審で敗訴した事例などを挙げている。その後、チョ・グク前法相に関する噂を広めた韓国のジャーナリストが名誉毀損で提訴され、先月に懲役8ヶ月の判決を受けたことも紹介。この件については、国際ジャーナリスト団体国境なき記者団が情報源の公開を拒否したために拘束されたとして批判している。さらに同紙は、韓国は立法府にも問題があると指摘し、与党共に民主党が今月初め、政府がフェイクニュースに是正命令を下せる法案を発議したと説明。政府に批判的な記事がフェイクニュースと決めつけられる可能性があると懸念を示した。ムン政権が批判に耳を傾けない姿勢を貫く理由としては、韓国の左派は軍事独裁に対抗したという政治的アイデンティティを築き、自分たちに反対する人たちの表現の自由は重視しないと分析。また政府内にいる左派たちは弱者という自画像を捨てられないとし、特定メディアを対抗政党の武器と考え、そこから批判が出ると包囲されているという脅迫観念を持つと指摘した。その上で、ムン政権はセジョン大王の言葉をよく考えるべきとし、セジョン大王が1425年に残した、私は高潔でもなく治めることに長けてもいない、天の意志に反して行動する時も確かにある、だから私の欠点を必死に探し、私が叱咤に応えられるようにしてほしいとの言葉を紹介したという。これに韓国のネットユーザーからは的確な評価だ、ムン政権は自分たちに不利なことは徹底的に無視するよねと共感する声が相次いで上がっている。中略しまして、ムン・ジェイン政権へのネロナンブルという批判は韓国の政界からもたびたび出ている。野党国民の党のアン・チョルス代表は最近、与党の検察改革についてネロナンブルと指摘し、検察に独立性を持たせないことが目標になっており、検察が政権の犬になってしまう。政府がユン・ソクヨル検察総長をはじめは中堅と考えていたが、猛堅だということに気づいたため強硬な対応に出たもの、この政権の検察改革目標は中堅を育てることなどと批判した。まあ、こうした記事があるということなんですよね。で、現状ムン・ジェイン政権はですね、自身の政権の課題として取り組むとしていました、赤弊清算ですよね。で、そうした中で格差是正っていうのはあったと思います。つまりですね、経済的な不平等の是正ということに取り組むというふうにはしていたと思うんですけれども、そのことについて思うような成果を出せず、韓国国民の方々からの不満に直面しているということはあると思います。で、日経アジアンレビューなんかはですね、ソウルのマンションの平均価格はムン大統領の3年間で 50% 上昇し、10億ウォン、83万8000ドルを超えましたというふうに報じております。またムン・ジェイン政権は外交面でも北朝鮮との関係ですとか、あるいは米中対立の中、難しい局面を迎えていると思います。6月のですね、南北共同連絡事務所の爆破後ですね、北朝鮮との南北融和路線はですね、停滞している状況だと思います。また韓国は安全保障ですとか金融経済というのはアメリカに依存する部分が大きいと言いますか、非常に緊密だと思いますけれども、他方ですね、輸出は中国に依存するという状況があると思います。で、現在ムン・ジェイン政権はこのアメリカ中国の2つの大国の中で米中どちらにも害を及ぼさずバランス外交を取ろうとしているとされます。ただですね、そうした状況下、8月22日、中国外交のトップ楊潔チ中国共産党中央政治局委員が訪韓しまして、韓国大統領府のソ・フン国家安保室長と会談しました。
で、中韓両国はウイルスの感染状況が安定し、環境が整い次第、習近平国家主席の韓国訪問を早期に実現するということで合意したということなんですよね。で、こうしたことの背景にはいろいろあると思いますけれども、まあ、別の動画でも申し上げたんですが、アメリカがファーウェイの半導体調達を規制強化したということがありましたが、そうしたことで半導体製造などに関して中国が韓国に協力を求める可能性というのはあるのではないかと思われます。で、こうした中ですね、さらに韓国の国防部は8月10日2025年までの国防中期計画を発表しました。で、計画では5年間で総額300兆ウォン、およそ27兆円の予算が投入されるということなんですね。4000トン級の潜水艦3隻の建造計画。これと関連して大統領府は先月28日に、次世代の潜水艦は原子力推進になるだろうと発言ということなんですね。あるいはですね、3万トン級の軽空母の導入を決定、2030年代前半の戦力化を目指すとしています。しかし、こうした空母や潜水艦というものが一体何を目指した上での、軍備増強ということなのかという疑問が国内外から上がっているということも他方にあると思います。休戦状態である北などのことを考えるならばですね、その原子力潜水艦や空母ということではなく、ミサイル防衛関連などをちゃんともっと今よりもしていった方がいいのではないかという指摘があるということなんですよね。また今回大統領府が次世代の潜水艦は原子力推進になるだろうと発言ということなんですけれども、このことはですね、米韓原子力協定との関係を考えますとどうなのかという疑問もあるというふうに報道されております。ですので、ムンジェイン政権はですね、進歩派政権としてその極東アジアですとか、この韓国周辺の地域の平和と安定に寄与するとしていたということだと思いますけれども、そうした政権がですね、こうした計画を発表することに韓国内からも批判の声が出ているということなんですよね。そしてそのムンジェイン政権はですね、そのウイグルや香港などの人権問題に関してどう対応するのか、はっきりとした態度というのを未だ示していないと思われます。こうしたムンジェイン政権の姿勢、対応というのがアメリカの政権にどのように映るかというのは推して知るべしだと思います。で、ここで別のニュースを読んでまいりますが、韓国通商交渉本部長 WTO 事務局長選で日本の支持を要請、輸出規制とは無関係、世界貿易機関 WTO 事務局長選に出馬した産業通商資源部のユ・ミョンヒ通商交渉本部長が事務局長選挙で自身を支持してほしいと日本に求めた。ユ本部長は24日報じられた共同通信との書面インタビューで、日本の半導体素材の輸出規制強化と WTO 事務局長選挙は無関係なものとし、公平公正性に基づいて加盟国の利益を代弁する役割を忠実に遂行すると明らかにした。また WTO 事務局長は特定国を代表する立場でないと強調した。ユ本部長はインタビューで、韓国と日本は緊密な交流と活発な貿易、投資を土台にして共に成長した東アジアの協力パートナーとして、自由貿易と多角的体制の必要性について韓国と同じ立場を取っていると両国の共通点を強調した。日韓両国の貿易対立に関しては紛争手続きが進められている事案について意見を明らかにするのは適切でないとコメントを控えたということなんですけれども、しかしですね、日本経済新聞が報じたニュースを読んでまいりますと、ソウル大英文学科出身でアメリカ弁護士資格を持つユ氏は WTO 対応部署などを経て、ほぼ一貫して通商畑を歩み、2019年3月に通商担当トップの通商交渉本部長に就任した。ユ氏は19年7月の日本の対韓輸出管理の厳格化に対して強く反発し、 WTO 提訴などを主導してきた。これまで事務局長になれば国益に役立つため最善を尽くすとも発言しており、仮に選出されれば日本への攻勢を強める懸念もあるということなんですよね。こうしていろいろ見てまいりますと、人権派として、あるいは進歩派政権として、現在の韓国のですね、社会的矛盾を是正し経済格差をなくすことを標榜していたムンジェイン政権は、不動産対策、国内政治の進め方、あるいは米中との関係、北朝鮮との関係などにおいて、あらゆる問題やですね、あるいは矛盾といったものに直面しているように見えます。こうした状況下、やはりムンジェイン政権に必要なのは、自分を正しく律して他人の意見に耳を傾ける謙虚さ、そして国際的な合意、そして国際的な協定を守るという外交姿勢を示すことによって、国内外の信頼を取り戻していくということがムンジェイン政権には求められているのではないかと思います。ありがとうございました。ネット大衆紙ブルーカラーでは、メンバーシップ機能を
解放させていただきました。メンバーになってもならなくてもブルーカラーの動画は今までと変わりなく無料でご覧いただけます。今回のメンバーシップの意図はですね、純粋にブルーカラーの活動をご支援いただくものとしてご理解いただければ幸いです。考え方としては投げ銭スーパーチャットと同じような考え方です。僕の動画に対して皆様それぞれの価値観に基づきご支援額を選んでいただければ幸いです。またメンバーシップはいつでも解約が可能です。ブルーカラーのメンバーシップには月額390円から1190円の5つの料金体系がございます。現状支援額による特典の差は設けておりません。パソコンからメンバーシップの手続きをするにはですね、このメンバーになるのボタンをクリックしていただきます。そして料金を選んでいただきまして、メンバーになるというボタンを押していただきます。その後お支払い方法を選択いただきまして、購入ボタンを押していただければ手続き完了となります。スマホから行う場合もほぼ同様の手続きとなります。ただ iPhone の場合はですね、このメンバーになるのボタンが出てこない場合があります。ですのでこの動画の概要欄にですね、メンバーシップ手続きへのリンクを貼らせていただいております。そちらのリンクをクリックしていただければ、あとは流れに沿ってメンバーシップのお手続きがしていただけるようになっております。今後ともネット大衆紙ブルーカラーをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。